アントワール・グリーズマン、1991年3月21日体は、フランスブルゴーニュ地域圏マコン出身のサッカー選手。リーガーエスパニョーラ FC バルセロナ所属。フランス代表。ポジションはフォワード。なお本人によればグリーズモンは、グリーズマンと発音されるとのことである。レアルソシエダでのグリーズマン13歳の時に、 サンテティエンヌのトライアル生として大会に参加していたところ、レアルソシエダのスカウトに才能を見込まれ株組織に入団した。プレシーズン、その夏に B チームへ昇格したばかりだったにもかかわらず5ゴールを上げ、一躍注目を浴びた。開幕からトップチームに帯同し、2009年9月6日のレアルムルシア戦で途中出場して18歳で、リーガデビューすると、 9月27日のウエスカ戦では初先発と初得点を記録し、その後はレギュラーの座を確保した。アトレティコマドリードでのグリーズマンプレミアリーグのアーセナルやトッテナムホットスパーなどからオファーがあったものの、2014年7月28日、アトレティコマドリードへの移籍合意が発表。翌29日に正式に移籍が発表された。契約期間は6年。アトレティコでは、 ディエゴシメオネの下で2トップの一角としてプレーする。1年目の前半戦は苦労したが、アトレティコ式の守備を覚えた後半戦は好調を維持し、22ゴールと結果を残した。2年目の2015から16シーズンにはチャンピオンズリーグでバルセロナ、バイエル・ミュンヘン相手にゴールを挙げ、チームをファイナルへ進出させる原動力となった。2016年6月21日、 アトレティコと2021年6月30日まで契約を延長することを発表した。2017から18シーズンのヨーロッパリーグ決勝では母国のオリンピックマルセイユ相手に2ゴールを決め、アトレティコの優勝に貢献した。さらに、後半終了間際には、シーズン終了後アトレティコを離れることが決まっていたフェルナンド・トーレスへの交代をベンチに要求し、 トーレスは優勝の瞬間ピッチに立つことができた。2019年5月14日、2018から19、シーズン限りでの対談を発表した。多くの愛情をくれたファンに伝えたかった。僕はここから離れ、自分の実力を試すために、新しいチャレンジをすることを決めた。このクラブで最初のトロフィーを獲得することができ、とてもかけがえのない5年間だった。 君たちに対しては感謝しかない。と、クラブ公式 SNS で感謝の意を述べた。しかし、最終節では、出てけという痛烈なちゃんとを浴びせられた。アトレティコマドリードでは、5年間在籍し、公式戦257試合出場、133得点、50アシストを記録した。2019年7月12日、FC バルセロナが1億2000万ユーロの、 契約解除金を支払い、同選手が5年契約を結ぶことを発表した。同日、アトレティコは、移籍金が1億2000万ユーロに下がる7月1日、以前に契約合意をしていたとして、契約解除金2億ユーロに足りていないと主張した。9月、リーグ機構は、バルセロナが獲得に際して、不正を行ったとして、バルセロナに300ユーロの罰金を課した。 バルセロナは8億ユーロの契約解除条項を設定した。背番号は17番を選択した。9月25日、レアルベティス戦で自身移籍後公式戦初得点を含む2得点1アシストの活躍でチームを5から2の勝利へと導いた。2月25日の SSC、ナポリ戦では1得点を挙げる。これはチームにおいて、 CL 決勝トーナメントでメッシー以外に得点した2015年以降初のアウェーゴールとなった。しかし全体としてチームにフィットしきれずベンチを温めることもあり計15得点に止まった。フランス代表として各年代の代表でプレーし2010年に開催された UEFAU-19 欧州選手権においては U-19 フランス代表の一員として ピッチに立ち、チームの優勝に貢献した。また、この時のメンバーには、アレクサンドル・ラガゼットらがいた。2012年11月、U-21 代表の召集中に、ヤン・エムビラ、ウィサム・ベン・イエデル、クリス・マビンが、エムベー・ニャンラと共に夜遊びをし、2013年12月31日まで、世代別代表を含む、代表戦への出場停止処分を受けた。 出場停止解除後の2014年3月5日、オランダとの親善試合で A 代表初出場を果たした。同年6月1日のパラグアイとの親善試合で代表初得点を記録。2014FIFA ワールドカップ本大会では得点こそなかったが、大会直前に離脱したフランク・リベリーの穴を埋める活躍を見せた。地元開催となった。 UEFA ユーロ2016本大会では、グループステージ第2戦のアルバニア戦で途中、出場ながら、試合終了間際に均衡を破るヘディング弾を決めた。ラウンド16のアイルランド戦では、同点、逆転となる2得点を挙げ勝利に貢献した。準々決勝のアイスランド戦では、チームの4得点目にして、UEFA ユーロ2016本大会通算100得点目を、決めた。 準決勝のドイツ戦でも2得点を挙げ、1984年大会のミシェル・プラキニの9得点に次ぐ、史上2となる大会通算6得点を記録。決勝のポルトガル戦では得点を奪えず、フランスも準優勝に終わったが、ゴールデンブーツに加え、最優秀選手賞を審査員の全会一致で受賞した。2018FIFA ワールドカップでは、初戦のオーストラリア戦、 決勝トーナメント1回戦のアルゼンチン戦でペナルティーキックで得点を記録。準々決勝ウルグアイ戦では自身のシュートが相手キーパーフェルナンド・ムスレラのミスを誘いゴールを奪った。決勝のクロアチア戦では18分に自ら蹴ったフリーキックから相手チームのマリオ・マンジュキッチのオーンゴールを誘発し先制点をもたらすと38分には ペナルティーキックでゴールを上げ4から2の勝利に貢献。大会通算4得点で、ブロンズボール賞、シルバーブーツ賞を受賞。フランスの優勝に貢献した。少年時代は細くて、小さい体だったため、旧クラブの入団テストに落ちている。憧れの選手は、オリンピックリオンで2年、デイビッド・ベッカムの大ファンであり、好んで着用している、背番号7と、 長袖は彼から影響を受けている。また、幼い頃からオリンピックマルセイユのファンであることを公言している。ゴール後に行うダンスセレブレーションは、カナダのミュージシャンドレイクの楽曲、ホットラインブリングから来ている。ゲーム、フォートナイトのプレイヤーであり、インタビュー動画にて、ゲーム内に登場するダンス、エモートを踊っている。また、2018年頃から行っている。 ゴールパフォーマンスとして、負け犬が、の、エモートを踊っている。サッカーゲームは、フィファシリーズと、ペス両方をプレイしており、アトレティコ時代から、インスタグラムのストーリー等でプレイする姿を、投稿している。また、コナミと契約しているバルセロ内籍後は、スペインのペスコミュニティでの大会に参加する等の、活動をしている。クラブ、編集レアルソシエダアトレティコマドリード代表。 編集出展、ありがとうございます。